はい、こんにちは、アクセスをご覧の皆様こんにちは、青木恵子です。今日私のカントリーハウスをご紹介したいと思います。どうぞ。はい、それではですね、どこからご紹介しましょうか。そのなんかテーブルがとても素敵なんですけど、それは、はい、あ、このテーブルですか、はい、このテーブルはですね、200年前のイタリアの大工さん の, あのこうウォーキングする働くテーブルなんですよ。作業台ですね。作業台なんですよ。それでね、これこうやってまだ動くんですよ。あ、すごいですね、恵子さん。でここにこう挟んで、ここにこうチュールがみんなこう立ててるんですね、はいはい、ノミとか、はいはい、その穴の部分、穴のところにですね、でここにこう立ててて、でここにこうして、ここでテーブルで、でそれにこれ200年前の木なんですね。すごい、やっぱどっしりしてますもんね。どっしりですね、もうすごい重たい。どこでお求めるの？これはね、ニューヨークのアンティークショップ でこっちまで運んだわけでしょ。運びました。イタリアのね、はい、その大工さんが働いてる。センターピース的に。これはですね、はい、あのこれはまだケーキだとかそういう、ね、そうですね、もの、はい、でシルバーなんですけど、はい、でまあ、これはね、ちょっとよくわからないんですけど、ここがねジェイドになってるんですよ。そうですよね、中国かな、そしたら。なんかわからないんですけど、ティーポットですね、これはあのジェイドが上にあって、でもこれはもう典型的なイタリアのアルマフィのところでこれあるものなんですね。まあ、今日はねあんまり お花がないの で、はい、でここはねほとんど買ってきた花は使わないくて、はい、全部はあの全部自分のお家からあの取れたもののお花を飾ってるようにしてるんですけどね、はい、まあ、あのここはだいたい朝、はい、ここでなんか食事をするっていう感じですね。ブレックファストテーブル、はい、でここなんですけども、はい、ここでですね、こうここがなんか皆さんね、ここにいらっしゃると好きなんですが、ここでこうやってなんかこうずっと本を読んだりインターネットやったり、そのこぐまちゃんのところですね、この足をこう乗せて、ね、のんびりするって感じになりますね、はい、なるほど、はい、ね、こめちゃん、こめちゃんもここに来たいんですか。はい、こめちゃんおいで。で普段はだんだんこんな感じでコメちゃんとこう、ね、電話をしたりとかですね、それから、まあ、あの iPad を見たり。こう恵子さんのこのカントリーハウスっ て, も う, てんもうパーフェクトなログハウスじゃないですか。そうですね、あのこ の, あの、ログハウスはロッキーさんが、はい、あのモンタナに行って、はい、そして全部注文して、ええ、で作ったんですね。でこれ全部あの一つ の, あのフェイクがなくて、はい、全部あの無垢の本物なんです。本物なんですね。でこの石も全部ナチュラルの石で、はい、できるだけあのカントリーにあの合うように、やはりなるべくこうナチュラルに近いようにって言って、あの私の家はほとんど合成のものは使ってないんですよね。昔あのこれをちょうど建てたのは18年前だったんですけど、はい、18年前って本当家がなくて、はい、あの向こうの見えてる家はもうほとんどなかったんですね。向こう側からはちょっとビューが見えないじゃないですか、山が、はい、こっちからだとこのキャッツキルの山が見えるので、はい、こちらの方から先に売れてたんですね。でこの湖はマンメイドなんですよ。あ、アメリカで一番大きいマンメイドなんですよ。でこれ貯水池になってて、はい、ここのお水はあのニューヨークでお水が足りなくなると、ここからのお水を供給することになってるんですね。でもあのボートがね、あそこ走ってますけど、はい、マンメイドで、はい、あのボートが走るだけの深さってすごくやっぱりお金がかかったと思いますよ。そうですね、60年ぐらいかかったみたいですよ、この家はもうゼロからというか、もう整地を、土をこう鳴らすところから、はい、ああいう風にして木がいっぱいあの茂ってるんですね、はい、でああいう状態だったんです。この木を伐採するまではどんな地形になってるかも分からなかったんですよ。で本当に、まあ、ロッキーさん買って2年間ぐらいはほっぽっておいたんですね、はい、である日突然私にあの土地覚えてるって言うから、どこだっけ、あそこのほらカントリーハウスっていうか、あの、アップステージに買ったじゃない、どこだっけみたいなところから、はい、ああ、あれねって、僕ね、あそこにログハウスを建てたんだけどどう思うって言うから、ログハウスを建ててどうするの。当時飼ってた麦ちゃんがここがすごく好きだったんだよね、ここにあの家がない時も土地を見、まあそうですね、はい、で野生のいろんな動物の匂いがする、そうそうそうです、ですから、まあ麦ちゃんが良ければいいなみたいな、
じゃあちょっとこんな感じで、はい、じゃあちょっと行きましょうかね。ファイアープレイスはやっぱりあの、ね、夏はもちろんファイアープレイス使わないんですけど、やっぱりあの冬はまあここにあのファイアーを炊いて、でこの前でゆっくりまあワインを飲みながら雪景色を見るっていう。私はあまり冬は寒いから好きじゃないんですけど、天井がここ高いからやっぱり冬が好きな人は本当にここは冬のが好きって言いますよね。そうですね。であのスキー場が近いのでみんな20分ぐらいでスキーすることできるんですね。この暖炉の上のデザインもね、あのそこをブリックにしないで太い木を、そうですね、はい、あとあのこういうね、これももうアンティックの、これあの下から木を持ってくるんですよ、これで。ああ、そうですね、これもね乾燥させた木をそこに運んで持ってくるんですよ、ね、ここにね、これ運んで持ってくるんです、これももう全然アンティークですよ、ね、なんか中にいる私もアンティークになっちゃって困りますよそんなことないです、まあ、あのアメリカの人なんであの中にこう植木をね、はい、鉢を置いて、はい、こうちょっと置いたり したりするんじゃないですかね。あのキヨコさん、なんかこういうなんか いかにもカントリー的なものも、そうなんですよ、これをね、ここやっぱりあの全体的にデコレーションは全部これ、ね、鳥にねあのこうかけてあって、であのこれはあの木にかけて、まあ、鳥が来てくれると、はい、で鳥の餌なんですけど、なんかそういうものもなんか家の中にこう飾られてて、でそこがまあなんか室内のブレックファストテーブルですよね。そうですね、あのでディナー、あ、ディナー、で、ここはディナーします。ここでディナーされるんです。はい、ここディナーです。ブレックファストはそこで。あっちで。で、ディナーで。で、なんか人形座ってますか？これね、実はあの、ここ誰もいないじゃないですか。で、これを、はい、例えば、こうなんか人が覗いてきた時になんとなく、あ、誰かがいるような。こうやって、例えば置いとくとするじゃないですか。はい。となんかこう人がいるみたいじゃないですか、ふっと。まあ、子供サイズですけど子供ですけどね、やっぱりなんかふっとしますよね、誰かいるのかな、はい、キッチンなんですけど、まあ、キッチンはあの、ね、別に普通のどうってことないキッチン。でも清子さん、このキッチンのタイルも、はい、今これ流行りですよ、ブルックリン調の。そうなんですか。実はですね、はい、このタイルもあのペタッとしてなくて、はい、あのこうなんていうのかな、段差になってる、はい、あの本当作り物はなんかこうみんな綺麗にこうなるじゃないですか、簡単に貼れるやつですね。そうです、そうです、はい、でこれはわざとあのこうやってデコボコをして、はい、なんだかこだわりなんですよ、ちょっとしたとこなんですけど、あの基本的にはあのコンセプトとしては赤と黄色とブルー、はい、なるほど、はい、アメリカ国旗にちょっと黄色を足したみたいな感じ。あ、そうですね、赤と黄色とブルーですね、じゃあ下に行きましょうか。でここはですね、下はあの夏暑いので、はい、であのここ下にあるのはテラコタタイロって言って、はいはい、これ メキシコのタイロなんですね。あ、このなんかすごい巨大な、これ不思議とね、こっち側と顔がこっち側とこうとね、こっち側となんか全然違うんですよ。あ、本当だ、違いますよね、うん、女の子と男の子両方描いたんですかね。あ、なるほどね、ね、ここもなんかこんな感じでがブルーと、どこでもやっぱり同じようなこう気象で、そうですね、カントリー調で、はい、これはねロッキーさんが、あのオークションで買ったんですね。すごい立派なオーブン、すごいですよね、これは。ここの両方にあるのはこれは、これはね、あのスピーカーなんですよ、これすごい大きな音が出て、これあの本当はディスコにあるぐらいの大きなあの音が出るんですよ、これ。あ、じゃあオーブンをなんかこうテーブルにして音楽をかけて、まあ、オーブンはあの要はなんていうの、もうデコレーションですよね。デコレーションです。もういざ使わないですよ、これは。これはあのロッキーさんがオークションで買ったみたいなんですけど、ね、これ。すごい音が、ね、こんなあのスピーカー初めて見ましたよ。ねえ、すごいスピーカーですよね。でもあのこの音はあのもう本当にあの レベルがお店のレベルなんです、はい、このですよね。そうね、はい、うん、立体的な音がしてますよ、ね、はい、ここでゆっくり音楽を聴いてっていう感じ、はい、これ蓄音機で、はい、まああのなんかこれはあのなんか有名なガレとかいうので、あとこれはあのロッキーさんのお友達の、はい、あの人がなんかアートですよね。アートですね。なかなかこれボッカのボトルにあの独特の独特にこうやってね、はい、アートとしてはなかなか面白いんですよ、結構。
ね、はい、こうなんかプレゼントしてもらったんで、この辺はなんか何のコンセプトない、ガシャガシャっていう、はい、なんかその辺にあるものをなんか置いてあるっていう。でもそのオーブンがとにかくすごい、やっぱりオーブンとこのスピーカーが、そうですね、この素晴らしいですからね。そうだと思いますよね、はい、ロッキーさんね、昔すごいバックギャモン大好きだったんで、そうだって、このバックギャモンのテーブルがもう、はい、ニューヨークにもどこにもいっぱいあるんですね、まあ、ここでまあシガーを吸いながらバックギャモンをしてたんですけど、はい、まあ、そのまんまその灰皿もなんか本当にそうです、これはアールデコ、ね、アートですね、アールデコの、はいはい、はい、アールデコのですね。だからそのね、スピーカーにしてもなんかちょっとここのところのここはなんかコンセプトがないんですけど、あんまりですけど、あのとてもカンファタブルで、で、あの夏の場合はあのバーベキューしたものを持ってきてここで食べたりとか、はい、まあ、外で食べたりとかしましたけど、でこのこれも、このアートこれすごいでしょ、これ、これ割と重くないんです、結構、そうなんですか、これもなんか有名な、とても有名なアーティストの人らしいんですけど、これはここもだから何でしょう、バーキッチンみたい感じですよね。そうですね、まあ、どちらかというとプリペアレーションの、はい、まあ、バーがあって、ここに飲み物が入ってて、だから、まあ、ここバーベキューされるのに、ここでバーベキューされるときに、でここでプリペアレーションして、はい、でここであの、まあ、バーベキューするということで、まあ、あのパーティーするの好きなので、まあ、パーティーはね、恵子さんパーティーは、はいはい、これはキャンドルをここに置いて、火を灯なんですね、キャンドル、本当のキャンドルですよね、そうですね、本当のキャンドルを置きますね。でこれはこの、あの皆さんここに下の時のバスルームなんですけど、別に特別なバスルームじゃなくて、ここはあのシャワーだけしかないですけどね、でここがあの、ランドリールームになります。ランドリールーム、ランドリールーム可愛いですね。それはあのその犬の絵とかなんか、ランドリールーム可愛いですかね、そのブルーのねカラーもなんか、はい、アンティークだし、はい、それではですね、この家のメインイベントというか、メインのあの方の、はい、メインの方のメインの方、はい、じゃん、はい、ロッキールームです。すごいですよね、ここはもうロッキーさんの全てのこうヒストリーをこの、 あの小さい部屋の中にまとめてるんですけど、まあ、ここはあのロッキー青木ってなって、彼の一番好きな自分の写真を私が飾ったんですけど、とりあえずなんかいろいろあります。あの例えば、はい、あの面白いところでは、はい、これなんですよ、これ実はですね、あのモハメド・ダーリーさんのグローブなんですよ、でこれあの彼結構大切にしてて、あのモハメド・ダーリーさんのお友達だったんで、それでこうサインしてるんですけど、私ウィンデックスで拭いたらサインが取れちゃったんですよ。でもここにほら、なんてこと、ほらサインが、ほらサインがなんとなくありません、ほらまだ返して、なんかあのうっすらとほらサインの跡が、はい、ほら傷みたいな感じですよね。ね、あるでしょ。ね、マホメッタリーって書いてある。なんてこと。そうなんですよ。これでもうね、値段がね、100分の1ぐらい。全然オークションに出すと全然違うと思いますよ。まあ、とりあえずね、彼がやってたあの、はい、あれですね、あのグローブなんですね、マホメッタリーさんの。あとはあの、まあ、もちろんここはロッキーさんがいろんな賞をもらったりとかしたのがたくさん入ってるんですけど。まああのね、あのマイクル・ジャクソン、ね、ロッキーさんにあって、あとこれはバーロン・ヒルトンですね、はいはい、あのヒルトンの創業者 の、バーロン・ヒルトンとロッキーですよね。であと、まあ、これロッキーさんが紅花で地球をあの太平洋横断した時のバルーンですよね、はい、うん、まあ、これはあのあれですね、あの何でしたっけ、あの宮城さん、空手キッズ、とても仲良かったみたいなんで、あ、そうなんですか、ワックスオンワックスオフの人です。あ、そうです、そうです、これをね、これをやってた人ですけどね、それは軍服はロッキーさんの軍服、これはあのロッキーさん そのフライトのこのバルーンのなんかちょっと汚くなっちゃったんですけど、バルーンの時に着てあのなんかこう着てたみたいですよ、なんかこうちょっとわかんないんですけどね。この写真はよくニュースウィークに出た、これはね、この写真は本当に日本人でね、初めてニュースウィークの表紙になったっていうね、写真ですよ ね。彼の頃車のコレクションなんですけど、もっと、まあ、たくさん17台あったんですが、17台ってすごくないですか、まあ、主要なものだけここに自分で置いて飾ってますよね。これはもうずっと、これも10セントだとこう全部動くんですよ、このコレクション。なんかどうしてこれがお好きだったんでしょうね、まあ、何でも集めるの好きでしたね、ペンでも何でも、
あ、ペンでも。ペンでも。じゃあそのなんか延長にあったってことですか。うん、なんかもうなんかとにかく預けるのが好きでしたね。なんか何人が何でもとにかくなんかいろんな面白いものをですね、ええ、集めて、だから私この部屋も開かずの間に入ってきたことないんですよ。これも買うでしょ、なんか5000とこの地図これも全部動くんですよ、あれも。全部動くんですよ、あれもね、こういうのとか、これ全部自分でやったんですよ。だからよくなんかほら少年のようなってことがありますけど、そうなんです本当少年のようなんですよ。そうなんですよ、こんなライプとかね、こんなライプなんて、こんなのなんか集める人いないでしょ今時。まあこれはね、これはプールですよ、ね、これは船に、船に乗る時に、でこれプールっていうか浮かべて、はいはい、今ここに置いてありますけど、まあこんな感じで、これは昔の麦ちゃんの、麦ちゃんのあれ、ライフセーバーですね、ライフジャケット。まだね、麦ちゃん。やっぱりボートじゃないですか、ロッキーさんというと。そうですね、やはりこの紅花のね、ボート、こういうテーブルも自分で作ったんですよ。そうですね、そのなんかトランクの上にこうトランクをこれを置いて、はい、こうやってだから自分で紅花の香りじゃないですか、ね、こういうなんかこうなんていうのかな、あんまり大人が やらないような、はい、ね、なんか60過ぎたおじさんがこんなことやって喜んでるみたいな、それでは、ね、はい、私のベッドルームなんですけど、はい、でここが私のベッドルーム。本当広いですよね。そうですね、ベッドがとっても可愛いんですけど。ベッドのそのクマちゃん。クマちゃんとこれお猿ですか。お猿ちゃんと犬ちゃんと。え、犬もいるんですか。ここに犬がいるんですよ。可愛いですよね。ここに昔の麦ちゃんの写真、その時計もなんかすごく。時計もアンティーク。ベッドもそうだし。ね、はいはい。でちゃんとその結構さん、ベッドルームにもこう。ファイアプレス、暖炉があるってことですよね。で、これは本当は外のものなんですね。今中に入ってるんですけど、本当は外に出すんですけど、はい、まだちょっと寒いのでまだ外に出してないんですけど。ワイルドなドレスというかすごいですね。そうですね、全身の鏡はやっぱりニューヨークの家もそうですけど、そうですね、人間の家はちょっとやっぱり必要だと思ってる。全部映る感じ。そうですね、ここも木の枠で。静かですよね、ここ。そうですね、本当何の音もしないですよね。本当にね、鳥の音と五番街の恵子さんのところ、五番街はほらなんか救急車とかファイアエンジンとか結構通りますけど、ウィウィというね、あれがもう生活音になってるんですけど、すごくこんな感じで、でここがジャグジーが、はい、そうですね、これがジャグジーになっていて、でここがジャグジーで、ここはですね、冬ここに温泉の素を入れて、あ、なるほどなるほど、お風呂に入って、はい、で外の景色を見ながら一杯という、そういうあれで作ったらしいですよ。ロッキーさんは自分のお酒飲めないんですけど、あ、そうですよね。ロッキーさんも恵子さんもお飲みになるんですよ。だけどもうね、そういうスタンスで、あそこのワード枠のところにこううまくスペースを作ってもらって、あそこにこうなんかあれを置いて。でここにジャグジー入りながら雪景色を見るっていうスタンス。いや、すごい風情がありますよ。なんか一生懸命考えてますよね、それなりに。でやっぱりダブルシンクなんですよね。だからそうですね、旦那様、恵子さんとロッキーさんのダブルシンク で、ね、はい、でこの棚なんかもすごくこう、ここ昔のなんかこう薬局、ドラッグストアとかにあったような感じです。いっぱいいろんなもの入って載ってますけどね。はい、ここなんですけど、ここがスティームになってます。スティームバス、冬は寒いのでどうしてもこのスティーム、ね、ないと寒いですね。どうする、ね、上の方が暖かいんで、はい、まあ、昔のよくこの TV ルームっていうんですかね、はい、まあ、TV ルームでこれ本当の木を使ってるので木っていうのはやっぱり動くんですね、はい、夏になったらエクスパンドしたり、あ、そうですね、暖かくなるとね、そうです、確かに。だからデコボコしてる感じですね。でここは、まあ、とりあえずこう勉強ルームなんですけど、勉強全然しない勉強ルーム。でもなんかどっしりとした地球儀が置いてあって、世界のことが分かる。まあね、このじゃなくて、まあね、とりあえず、はい、この地球儀もこれ昔のアンティークのですよね。これなんかもね面白いですよ。ほら、それは何ですか。これはかり、これスプーンの形になってますけど、ね、そうなんですよ、これこうグラム。
なんかアンティークを集めるのが恵子さんですか、ドッキーさん、誰がお好きだったんですか。ドッキーさんですね。私あんまりあのアンティークいいなと思いますけど、はいはい、なんかあとそんなに当時からそんなにアンティークアンティークって感じはしなかったんですね。このなんかねサイドテーブルもすごく趣があって、そうですね、サイモテもっと面白いのあるんです、実はですね、はい、ここなんですけど、私もねずっと気がつかなくて、これチェストですか、なんかこれですね、なんと、はい、これご飯を入れてるやつだったみたいですよ、アンティックの、はい、大昔の。え、何ですかそれ。だからここに食事を入れて温めてたんですよ、冷めないように。あ、え、すごいですねそれ、これすごい初めて見ましたよ。いや私もねこれずっと買ってから知らなくて、なんかこれちょうどいいここにあるかと思って、思ったんですよ、ここになんかキャッシュかなんか隠してここに入れてなんか隠すとか、なんかすごくいいですよここ。なんか金庫よりも、だって誰もそんなところに何かあるなんて思わないですよね。これちょっとすごくない？これ、これなんかあの最近ここに来てから見つけた、はい、お宝というか、あっと驚くね。ね、これもでもだから立派なアンティークのチェストですよね。だからこれも多分ね何百年も前でしょうね。という最近見つけた。アンティークでございます。なんか面白いですね、工夫があって、あのランプのねあの食材というかその、あの元のところもすごくこう、そうですね、全体的になんかみんなこう重厚で古い感じですよね。だからログハウスにぴったりですよね。そうですかね、はい、デザイン的にこっからね見るね、はい、あのちょっとあの風景もまた上から見るもうちょっとあの窓がねやっぱり天井まで突き抜けてるっていうのがすごく迫力があっていいですよね、うん、でこのシャンデリアなんですけど、はい、これをねあのマンハッタンのお店で見つけてきたんですけど、はい、これも運ぶのぴったり合いますでしょ、ええ、普通はもっとねあのガラスで、はい、シャンデリアってガラスで作ってあるじゃないですかね、ほとんど、はい、だけどこういうカントリー調ですよね。そう、階段を降りて、はい、階段を降りて、お部屋はこの1階はこの奥はこの奥はですね、今あのゲストルームになってるんですけど、ちょっとお見せしましょうかね、はい、小さい部屋の。ビデオにもご登場のアンジェリカさんが。そうです、アンジェリカの部屋で、可愛いでしょ、割と。ね、割と可愛い部屋で。ちゃんとね、その、あの家政婦さんにもその、彼女自身のプライバシーというか、そうですね、独自の部屋があって。で、こんな感じですね。割と小さいんですね。でもこんな感じで小さくはないですね、結構さ、まあ、大きくはないですね。でそのベッドもなんかカントリー調じゃないですか、はいはい、ベッド自体が、でこれもね黄色と、はい、やっぱりブルーと赤になってて、ここにあのなんていうのかカバンをこう乗せたりとかしたりして、はい、まあ、ちょっとこことここで女性はここでお化粧できるように、そうですね、うん、で鏡のね枠もやっぱり木枠の鏡ばっかりあちこちじゃないですか、はいはい、全部あの、ね、統一されてますよ、ね、統一して全部ウッドにしてるんですね、やっぱりこれ一本の木だからすごくこう天井もねすごくもう、ラフでダイナミックですよね、でこのあのあのこうひびみたいに入ってるのは、はい、これもナチュラルで何年もあの家を住んでるとあのこの木が自然にその家にあったように割れていくみたいなんですね、ちゃんとそのバシッとこう壊れないようにちゃんと自分で生きていくためにちゃんとやってくれてるみたいなんですね。だからあの不思議とあの人間っていうのは合成の中でいるよりもこういうあのこうナチュラルなねところにいるとなんとなくこう休まるっていうのが精神が安定してきます。そうですね。でここがあのねあのまあバスルームなんですけど、これはまあ別にどうってことないんですけど、でもバスルームももうログ調ですよね、天井もそれからあのお風呂のバスタブも。そうですよね、やっぱり全体的にもう全部。でこの、あのタイルですよね、先ほどおっしゃってたこのタイル、はい、あのブルックリン調のこのタイルはみんなこう わざとこう波をね打つようなタイルを使う、ラフな粗い感じに。そうですね、あのこの聞かれたんですね、タイルをどうするかって、はい、やっぱり私はあのこうなるべくこのなんていうかなカントリーのイメージのタイルでお願いしますということで、はい、でこういうタイルにしたんですね。なるほど、はい、これも素敵ですよね。これなんかこれもですか、あの、ね、明かりなんですけどなんかろうそくみたい なんかそうですね、うん、そうですね、こうなんか人工的にろうそくがこう垂れてる、垂れてる感じがすごくやっぱりカントリーにすごく合ってますよ。だから細かいところまでこだわりがすごいですよね。ねえ、そうね、なんかこだわりがありますよね、はい、この、はい、結構この木もすごいですよね、これやっぱ一本の木だから
この根元のところなんかも、これは、ね、これはあの、ここはあのこの家の中の一番のシグネチャーなんですよ。ですよね、このウッドの中でも他のものと違うんですね。多分木の種類も違うのかもしれないんですけど、はい、これはあのこの家の中の中のキャラクターウッドです。そうですね、はい、この家はだからそういう意味では、まあ、ロッキーさんが自分で楽しんでいたハウスということで、まあ、その後ねカントリーハウス私があのコロナの後に、はい、まあ、ここをこうもうちょっとなんていうのウェルカミングみたいにして、はい、お客様とか自分がもうちょっと、休めるような感じでちょ少しなんかこう彩りを添えたみたいなところはあるんですけど、ね、まあ、基本的にはあのベーシックは、まあ、ロッキーさんが、まあ、作ったお家なんですね。はい、うん、